めげないしょげないわやさい YS チャンネルネクストステージ、チャンネル登録1万人企画第2弾をやらせていただきたいと思います。というわけで今回の動画はですね、9名の、ラブラブ YouTuber さんからですね、メッセージの方をいただきましたので、まずはそちらをね、ご覧いただければと思います。はい、もう早速ですが、まずは見てください。もうやばいからこれ俺の夢だったから見てください。はい、それではどうぞ。はい、どうもゼロプロです。よろしくお願いいたします。さっYSさん登録者数1万人おめでとうございます。うちら割とラブライブの YouTuber 界隈では孤独にもう2人でひそひそやってたじゃないですかまあ陰キャだそうなんですよ。なのになんかそんな私たちにいつも優しく声をかけていただいて、お優しい方なんだなって思って、本当にいつもその温かい心に支えられていますありがとうございます。まあ沼津がねどうやら詳しいようなので、もし機会があればこういうとこいいよみたいなのを教えていただけたら嬉しいです。お願いします。すごい長年動画投稿続けられてるっていうので、僕らにはまだまだたどり着けない境地にいらっしゃる方からこうやって声をかけていただけるのはとても嬉しいので、これからも仲良くしてください。お願いします。お願いします。改めておめでとうございました。ゼノプロでした。頑張ってください。はい、どうもパルでございますと。はい、YSさん、この度はチャンネル登録者様1万人突破、本当におめでとうございます。YSさんとね、初めて深く絡みがあったのが、スクコレ14弾の動画の時でしたね。その時にですね、YSさんの方から DM の方をいただきまして、動画の流れやネタが結構被っている部分があったので、動画の一部使わせていただいても大丈夫でしょうかというね、そういう内容の DM だったんですけど、もう僕からしたら、ね、本当にもうどうぞ全然使ってくださいということで、ね、了承させていただいて、いざその完成された動画を見てみて、あれこやつ仲間かってことをね、僕自身勝手に思ってしまいまして、こんなにね感性が似通った方がいるのかというのを知った時には、もう自然とポチッとねチャンネル登録の方ねさせていただきましたと。僕自身もね、その1万人の中の1視聴者としてね、今後の動画楽しみにしておりますので、最後になりますが YS さんのますますのご活躍とご健勝を祈りつつ、お祝いの言葉とさせていただきます。改めまして本当におめでとうございます。メッセージの締めが赤の他人。YS さん、チャンネル登録者数1万人突破おめでとうございます。YS さんに感謝する。まあ、僕も実際にお会いしたことは多分ないし、本当に、ツイッターとかでやりとりちょっとだけさせていただくね、形にはなるんですけどもね。本当にアケフェス界隈では結構ね、有名ですし、すごく、もう簡単に AP とかバーンってね、簡単って絶対簡単じゃないんですけどね、多分努力の結果だとは思うんですけども、なんかすごく AP とか普通に撮ってらっしゃる。いや、すごい方やなってずっと。うん、僕は中田さん経由でね、ちょっと色々教えてもらったところあるんですけども、ね、ちゃんと実際にお会いできる機会が今後まだございましたら、ちょっとね、ゆっくりラブライブについて熱くね、ちょっと語りたいと思っておりますので、その説は、よろしくお願いいたします。改めまして YS さんおめでとうございます。めげないしょげない YS さん、大変失礼いたしました。栗田です。改めまして YS さん登録者数1万人突破おめでとうございます。YS さん、そして視聴されている皆さんと突破の瞬間に立ち会えることができて光栄です。これからも頑張ってください。応援しております。またスクカンの時にいただいたプロカモを普段使わせてもらってます。もし機会がありましたら協力プレイができたら幸いです。さて、せっかくなので私からちょっとしたお祝いです。この酸化クラスコの中に黒色の液体が入っています。今からこちらを YS さんのミューズの推しのメンバーカラーにしたいと思います。さて、ここで見てくださっている皆さんにクイズです。YS さんのミューズ推しメンバーは誰でしょうか ?1、ほのかちゃん。2、ことりちゃん。3、はなよちゃん。それでは正解発表です。おーっと、綺麗なオレンジ色にはなってないですね。光の関係で色の変化が微妙ですが、こんな感じで綺麗なオレンジ色になっています。ちなみにこちらの色は私が大好きなチカちゃんのみかん色でもあります。失礼いたしました。以上、栗田でした。これからも頑張ってください。じゃっ。YS さん、チャンネル登録者数1万人、おめでとうございまーす。ん?どうも、トシニーです。
人生初のビデオメッセージなので緊張しながらちょっとメッセージを送りたいなと思います。チャンネル登録1万人突破したということで、ここまで来るのに、まあ、楽しかったこと嬉しかったこといっぱいあったと思います。でもそれと同じように苦しかったこともねあったと思います。でもそれを乗り越えてここまで来たということは本当にすごいことだし、もう尊敬します。 YS さんと初めてお会いしたのがスクフェス感謝祭の時です。その時自分 YS さんと少ししかお話できなくて、もっとね YS さんとお話ししたかった。来年ですね、沼津の方にも遊びに行こうかなと考えております。まあその時にでもお会いできたらですね、まあお酒を交えながら YS さんとお話できたらなと思います。最後になりますけども、改めてチャンネル登録者数1万人突破おめでとうございます。これからも頑張ってください。こんにちは、ハリーでございます。YS さんチャンネル登録者1万人おめでとうございます。僕が初めて見た YS さんの動画が去年の一番くじの、動画なんですよね。動画見ていくうちにね、いつかねコラボできたらいいなとかちょっと思ってまして、今年の9月のスクフェス感謝祭で初めてお会いして、こう動画を撮ってくださってね、本当に嬉しくて、今でもね宝物の動画でございます。動画見ていくとね、本当にね僕の動画と YS さんの動画ってね完成度が全然違うんですよね。テロップとかめっちゃ入れてるし、カットの仕方とかもねすごいね上手くてね、同じねこうラブライブ系 YouTuber としてね本当にね憧れの存在でございます。これからもね同じラブライブ系 YouTuber として、めげずしょげず頑張るビーしていけたらなと思っております。またね来年のスク感とか、ラブライブのイベントとかでお会いできたらいいなと思っております。以上ハリーチャンネルのハリーでございました。またね。おい、うん、 YS さんのチャンネルがついにチャンネル登録者数1万人突破したぞ。マジか、やばい。そしたらじゃあもうすぐにお祝いのコメントを考えなきゃ。そうだ、カメラも設置しないと。準備してやるよ。え？YS さん、チャンネル登録者数1万人突破、おめでとうございます。はい、ということで皆さん、こんちか、いちごチャンネルのいちごです。いや、同じほのかちゃん推しっていうことで、いや、もういろいろとお世話になっているので、これからもですね、ほのかちゃん推しのリーダーとしてですね、この YouTube 界を引っ張っていってくれたらなというふうに僕は思ってます。はい、ということで最後はやっぱりこれで締めたいと思います。めげないしょげない YS はいちご。大変申し訳ございませんでした。YS チャンネルさん登録者1万人おめでとうございます。ね、もうちょっとで1万だからっていうのを動画の最後でよく言ってたのをね、動画で見せたんですけど、やっと行きましたね。で、多分皆さんいろんな真面目なコメントしてると思うんで、僕は全然関係ないことをします。これですね、僕味噌汁がめちゃめちゃ好きで、この丸米のね、この味噌汁めちゃめちゃ美味しいんですよ。これですね、これです。なので皆さんね、ぜひ買って飲んでみてください。はい、以上、合計で7人かな。はい、8人か。はい、こんな俺にこんな形でお祝いされるっていうのがもう本当に嬉しくて、温かいものをね自分は本当にいただけて、幸せ者だなって本当に心から思いましたね。っていう感じでですね、自分からも一人一人お答えしていきたいなと思います。はい、じゃあそれではね、まずゼノプロさんからですね。はい、自分がそのゼノプロさんの動画を知ったきっかけっていうのが、小鳥ちゃんの、まあ、声真似をしたですね、ですごい大勧誘、再生数的にもヒットした動画なんですけど、それがきっかけでしたね。多分ね、サムネで釣られた、サムネで釣られてなんかドンってなってて、おおすげえって感じで普通にポチって動画再生したら、本当に小鳥ちゃんめっちゃ似てるやんとか思って、で俺個人的にはもう何よりもそのお二人のその絡みトークだったりとか、絡みがすごい楽しそうで、やっぱね心から楽しんでるんだなっていうのが動画画面越しでもすごい伝わってきたんですよ。なんで、まあ、すごいなんかもう本当に純粋に楽しんでるんだなっていう気持ちが伝わって、やっぱ自分も楽しい気持ちになれたっていうのがもう本当に第一印象でしたね。そこでゼノプロさんの生配信たまたま見かけて、そこで俺が初めて挨拶に行ったら、まさかのゼノンさんがですね、
あれ、ワイエスチャンネルさんじゃんみたいな、なんかもともと絡み全くなかったのに知っていてくれてるとは思ってなくて非常にびっくりしました。そこからポタさんも多分知ってくれて、まあ、ツイッターもね、お二人とも相互フォローという形でさせていただいてます。沼津詳しいんですよ俺、はい。まあ、詳しいっつってももう本当にガチでめちゃくちゃ詳しい人と比べたらまあそうじゃないかもしれないですけど、まあ、沼津自体はねもう200回300回行ってますので、沼津のねおすすめの場所、まずは駅前、まあ、電車で来られるの場合であれば、まあ、駅前にね、まあ、まずサンシャインカフェとか、まあ、あとゲーマーズ沼津店とかあったりとか、であとまあ理工通りとか中道商店街とかね、まあ、そこら辺も結構いろんなところが観光地としてありますので、はい。本当に機会あったら、まあ、人会話でもできたらなって思います。はい。まあ、なかなかね、機会はないと思いますが、はい。今後ともよろしくお願いします。続きましてですね、パルチャンネルのパルさんですね。はい。パルさんもね、結構、こう、ちゃんとね、交流しっかりし始めたのは、割と、まあ、最近、そんなに昔ってほど昔じゃないんですよ。はい。で、それのきっかけは、まあ、パルさんも言ってくれた通りね、スクコレなんですね。まあ、自分は、グッズといえば、パルさん。っていうイメージがかなり強いので、俺が先に動画収録した後にパルさんの動画見たら、俺が言ったことマジでなんか割とそのまま言ってる、この人生き別れた兄弟なんじゃねえのっていうぐらいすごいんですよ。本当にね、気になる方はぜひその動画を見てください。スクコレの動画全部見てください。どっかにあります適当。こちらもね、パルさんの動画見たらちょっとコメントしたりね、まあ遊びに行けるようにしますので、ぜひぜひこれからもよろしくお願いします。はい。続きましてレイギャルンさんですね。レイギャルンさんはもうね、そのラブライブ YouTube 界隈では相当昔から俺もうずっと見てたんですよ。なんかラブライブ YouTuber のもうなんかブランドみたいな俺のイメージは。で、それを今でもちゃんと続けられてるっていうのが本当に俺のね、尊敬する部分でもあり、俺も目指してるところなんですね、それって。まあそんな感じでね、レイギャルズさんもね、まだお会いしたことがないんですよ。ただなんかね、俺はレイギャルズさんといつかなんか近いうちに会えるんじゃないかなっていう、ちょっとね、ビビッと来てるんですよ。まあ、いつかお会いできる機会があれば、まあ、一緒にね、まあ、聖地巡礼だったり、まあ、ご飯とかね、行けたらいいなと思っております。はい、本当にありがとうございました。はい、続きまして、栗田さんですね。栗田チャンネルの栗田さんは、すごい編集にこだわりを持っている方。編集にこだわるってことは多分時間も相当かけてると思うので、その苦労がもう見ててね、やっぱり同じ編集者、投稿者としてすごい、わかるんですよ。尊敬しますね。尊敬するけど俺には真似できないですね。俺にはちょっと真似できるレベルではないぐらいのレベルなんですよ。2019年のね、スクフェス感謝祭の方で初めてお会いすることがようやくできましたね。まあ、きっかけ自体はね、ほのかおしさんの生配信ですね。ほのかおしさんの生配信で栗田さんが遊びに来て、周りが「あ、栗田さんだ」みたいな反応してて「あ、栗田さん誰誰、みんな反応してる、誰なんだろう」って気になって飛んだのがきっかけで、俺が栗田さんのことを知ってなんかアクション取って、じゃあ栗田さんも結構ね、なんかすごい丁寧にね、俺の方にもなんかレスポンスとかすごい返してくれてね、丁寧かつ優しいもうお方なんですよ。はい、もう本当にありがとうございます。はい、では続きまして、としにいさん。はい、としにいさんはね、でかい。としにいさんも2019年のね、スクエス感謝祭で初めてお会いしてですね、趣味がねちょっと意外とあったなっていうのが俺の印象です。一番印象に残ったとしにいさんの動画っていうのがね、ラブライブとココスでコラボした時にめちゃくちゃ食べてたんですよね。うわ、めっちゃ食うなーとか思って。まああとは結構スクフェスのね勧誘とかやられてるような、はい、イメージがありますね。はい、まあとしにいさんもね、本当はね、もう俺ももっと喋りたかった。沼津に来るね機会とかもしできるのであれば、今度こそはねゆっくりもうちょっとお話できるように、はい、したいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。はい、としにいさんありがとうございます。結構軽めにいったな、くせ。はい、次はハリーチャンネルのハリーさん。ハリーさんも2019年のね、スクフェス感謝祭で初めてお会いした方ですね。まあ結構前から交流持っててですね、ようやくお会いできた感がね結構すごい。ガチャとかね、まあスクフェスの、まあ、勧誘系、ゲームアプリの勧誘系をかなりメインでやられております。なんで過去にそのスクフェス勧誘動画を出してる本数で言ってもかなり多いと思うんですよ。最近だとね、スクスターの勧誘も結構やってるので、ぜひ見てあげてください。ハリーチャンネルさんもまたお会いできる日を楽しみにしておりますので、はい、またその時はよろしくお願いします。はい、続いていちごチャンネルのいちごさんですね。いちごさんはもっと前のね、スク館の沼津会場があった時の、まあ、沼津でね、お会いしたんですね。それが多分初めてだったと思います。ただその前に俺はもう知ってたし、多分向こうも知ってたのかな。というわけで、まあいちごさんもなんだかんだね、イベントのために結構お会いしてるんですよ。結構勧誘とかねされていてね、まあ引きの方はちょっとね、
かわいそうだな。なんでね、まあ、いちごさんもなんかね、俺とね結構似てる部分があるんですよ。そのめげないしょげないっていうね。だからもう最後まで諦めずにやり通すみたいな、その自分のゴールにね向かって頑張っていくその姿をもう本当に見せてくれるんですよ、いちごさんは。だからそういったところはまあ自分としてもね結構ね、なかなか他には持ってない持ち味というか武器なのかなって思ってます。はい、いちごさんもありがとうございます。キルリアですね。はい、キルリアはね、まあ、結構適当にやられたんで、まあ、適当にやり返すかな。スクエスランク1000何十30とかね、もう毎回サムネでね使ってね、ずっとね、その時期に俺もまあサムネに釣られていったんですよ。なんかランク1000、なんかやたらランク1000超えてるのをアピールしてるやつがいるなって思って、俺はまあ見に行ったのが実はキルリアの動画を見るきっかけになったんですよ。だからそのせいでキルリアは俺に絡まれるようになっちゃったんですよ、かわいそうにね。そう、あとねキルリアめっちゃなんか仲いいっていう、すごいなんかねツイッターとかね、まあいろんなところではね、ワイヤさんとキルリアめっちゃ仲いいとかね、コラボをもっとやってほしいとかね、いろいろ聞いてはいるんですけどね、実はねそんなに会ってないんですよ、言うほど。うん、多分回数で言ったら5回とか6回とかそのぐらいなんですよ。でキルリアね、味噌汁紹介してたじゃん。俺ねちょっとこの動画でその味噌汁実際飲んでレビューしてやろうかなって思ったんですけど、全然ねいろんなスーパー行ったんだけどさ、売ってないんだよ。マルコメはあったのよ、その会社はあったんだけど、それと全く同じものがなくって、じゃあどうしようかなって考えた結果ですね、じゃあ俺が勧める、まあ、食品をね紹介しようかなと思います。はい、こちらです。セブンイレブンで売っている冷凍食品、レンジで焼き餃子ですね。はい、これめちゃくちゃうまいんで、これぜひ買ってください。まだ食べたことない人、はい、ぜひ買ってください。これ結構今ね手頃に買えます。昔はね本当に100円だったんだけど、今140円ぐらいしちゃいます。ちょっと値上げしちゃったんだね。ただそれでもまだ安く感じる俺は。これ200円までだったら俺は出せます。まあ、なんだかんだねキルリアと俺も、キルリアが例えばチャンネル登録4000人で、俺のネクストステージセカンドチャンネルの方がまだ2000人だった時からは一応つながってはいるん でそっからねもう気づけばもうこんなですよ。まあまたね来年再来年になったらお互いどうなってるかっていう感じだけど、まあまあまあ今は今でね、まあお互い楽しんでると思うんで、はい、まあまた飲みに行こう。はい、ほのかおしさんですね。もう本当に生配信っていうイメージがめちゃくちゃ強い。であとはスクフェス超うまい。まあ何回かねこう勝負を持ちかけるんだけど、まあやっぱね最終的にはね勝てない。ちょっとね一番最近やった勝負にはマジで勝てなかったね。はい、でほのかおしさんもまあ結構前から交流はあって、でようやく、今年のねスクカンでお会いできたっていう感じでね、まあ、またお会いできる日を楽しみにしてます。いや本当にありがとうございます。はい、というわけで以上全員紹介できたかな。で本当にねもう自分からも言わせてほしいんですけど、もう皆さんやっぱりね本当に同じ投稿者としての仲間なんですよ。視聴者の皆さんもね、そういった仲間たちの、まあ、動画だから自分の動画をもちろん見てくれてるのはすごい嬉しいんだけど、もっともっとね個性あふれた他の YouTuber さんの例えば編集の仕方だったりとかね、まあ、トークの仕方だったりとか、まあ、そういったところもね見ながら皆さんもね楽しんでいただけたらと思うので、まあ、ぜひこれを機にね見たことないチャンネルとかあったらぜひ見てあげてほしいなって、自分からのもうこれはお願いですね。もうね自分からこうやってお返しできるのはねこうやって紹介することぐらいかなって自分は思ったので、最後にこうやって紹介させて、まあ長々とね、はい、紹介させていただきました。本当に最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。じゃ、これお返事じゃないな、これ紹介だな。返事じゃないな、これ紹介だな。その人、まあいっか。